2024年ロックインジャパンフェス、ナンバーアンダーライン愛のサイン会パフォーマンスが熱すぎた。伝説の瞬間を振り返る、平野翔、ガンユータ、神宮寺ユータの個性が爆発した神イベント。2024年の夏、ロックインジャパンフェスは、音楽ファンにとって忘れられない瞬間を多く生み出しましたが、その中でも特に注目を集めたのは、ナンバーアンダーライン愛のサイン会でした。ナンバーアンダーライン愛は、 平野翔、岩優太、神宮寺優太の3人で構成され、彼らの音楽だけでなく、ファンとの温かい交流もファンの心を捉えて話しません。このサイン会では、3人それぞれが個性的なサインを披露し、ファンとの距離を感じさせない親しみやすさを見せつけました。まず、神宮寺優太が最も長くサインを書いたと言われており、彼は自分の名前だけでなく、グループ名である、ナンバーアンダーラインイも含めて書き、 さらに英語で、ユタキシと記入するユニークなスタイルで笑いを誘いました。対照的に、平野章は非常に小さな文字で、平野とだけ書き、ファンを楽しませました。この可愛らしいサインのサイズに、ファンたちは思わず笑いながら、ちっちゃい、と反応し、平野の無邪気な一面にさらに引きつけられました。ガン・ユータは、力強い2つの線でサインを仕上げ、 彼のシンプルさと堂々とした態度を象徴するようでした。彼らがサインをしながらファンと触れ合う姿には、3人の間の親密さがあふれ出ており、特に神宮寺が平野に北ろのことを冗談交じりに指摘する場面は、会場中を和ませました。サイン会が終わった後、ファンは彼らのパフォーマンスを心待ちにしていました。ロック・イン・ジャパン・フェスは、音楽フェスティバルとして毎年多くのアーティストが出演する場であり、 ナンバーアンダーライン愛もその一角を担う存在として登場しました。彼らのステージはまさに熱狂そのもので、藤からボンへの曲のつなぎが非常にスムーズだったと多くのファンが驚きの声を上げました。特に注目すべきは、神宮寺優太の「アイノ o w I r e v o l u t i、Revolution、のパートで、彼が歌い終えた後に見せた輝くような笑顔に、多くのファンが感動し、心を奪われました。その笑顔は、ただのパフォーマンスではなく、 ファンへの愛情や感謝の気持ちが込められているように感じられ、彼らがこのフェスティバルをどれほど楽しんでいるかを象徴するものでもありました。このロックインジャパンフェスは、特に猛暑の中で行われていたため、参加者にとっては体力的な挑戦でもありました。あるファンは、客席はまるで戦場のようだった、と述べ、灼熱の太陽の下で汗だくになりながらも、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを見届けた感動を語りました。 彼女は、その暑さに耐えて自分がフェスに参加できたことに対する誇りを感じ、サマソニー大阪での過酷な経験を乗り越えた自分はすごいと自画自賛していました。このように、夏のフェスはただの音楽イベント以上のものとして、多くのファンにとっては自身の限界に挑戦する場ともなっているのです。ナンバーアンダーラインアイのステージパフォーマンスは、その場にいたすべての人々を巻き込み、 ままるで会場全体体が一つにななったた。かのような一体感を生み出しました特に印象的だったのは、ボンの2番目のコーラス部分で、会場全体が、ボンボンボンと一緒に歌う瞬間でした。その光景にメンバーたちも笑顔を見せ、ファンとの絆を感じさせる瞬間となりました。このようなフェスティバルでの体験は、音楽そのものの力だけでなく、アーティストとファンとの間にある深い絆を再確認させるものでもあります。 ファンは、その場にいられたこと自体が特別な体験であると感じ、その瞬間を何度も思い返すことになるのです。しかし、すべてのファンが現地に行けたわけではありません。あるファンは、配信でこのフェスを視聴し、モニター越しにナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを堪能しました。彼女は、現地に行けなかったけれど、配信を通じて彼らの熱気と興奮が伝わってきて、本当に最高だった、と涙ながらに語りました。 フェスに参加できなかったことへの後悔と同時に、配信という手段でその一瞬を共有できた喜びも感じていたのです。配信が終了した後も、多くのファンがその映像を何度も見返し、彼らのパフォーマンスを再度味わいました。ある人は、盆から富士へのダンスのつなぎが完璧で、何度見ても感動すると感想を述べ、また別の人は、現地で見たかったけど、配信で見ることができて本当に良かった。 来年こそは現場で体験したいと、次回のフェスティバルへの期待を膨らませました。ナンバーアンダーラインアイのサイン会やパフォーマンスは、彼らがどれだけファンに対して誠実であり、音楽に対して真摯であるかを如実に示していました。彼らはただステージに立つだけではなく、その一瞬一瞬を全力で楽しんでいる姿を見せてくれました。それは、ファンにとっても特別な体験であり、 彼らとの時間がかけがえのないものだと感じさせる瞬間でもありました。フェスの終わりには、多くのファンが感動の涙を流し、ナンバーアンダーライン愛のおかげで新しい景色を見ることができたと感謝の言葉を口にしました。この言葉は、ただ音楽を楽しむだけでなく、彼らの音楽を通じて新たな世界を広げてくれたことに対する感謝の気持ちを表しているのです。ロックインジャパンフェスは、音楽の力を再確認する場であり、 ファンとアーティストが一体となる特別な時間を共有する場所でもあります。特に、ナンバーアンダーライン愛のようなグループは、そのパフォーマンスを通じてファンとの距離を縮め、彼らの心に深く刻まれる瞬間を作り出しました。来年のフェスティバルにも期待が高まっており、多くのファンが、来年もナンバーアンダーライン愛が出演してくれるなら、今度こそ現地に行きたい、と声を揃えています。この夏の経験は、 ファンにとって一生の思い出となり、来年の夏フェスにも新たな期待を抱かせました。フェスの最後には、誰もが、最高の夏だった、と口にし、彼らとの時間がどれほど特別だったかを再確認していました。このように、ロックインジャパンフェス。2024でのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスとサイン会は、彼らにとってもファンにとっても忘れられない瞬間となりました。特に、 初めてフェスに参加したファンにとっては、ライブの迫力や彼らの親しみやすい態度が驚きと喜びを与え、彼らとの新たな絆を感じさせる体験となったことでしょう。会場に響き渡る彼らの歌声や踊り、そしてファンと一緒に盛り上がる一体感は、音楽フェスならではの魔法を生み出しました。その後、SNS やファンコミュニティでは、この日のパフォーマンスが何度も話題に上がり、多くのファンが当日の感動を語り合いました。 特に、藤からボンへの自然な曲のつながりや、愛の愛レボリューションの後の神宮寺雄太の笑顔は、何度見ても心を打たれる瞬間として語り継がれています。あるファンは、彼らの歌声が熱さも忘れさせるくらい素晴らしかった、とコメントし、別のファンは、彼らが汗をかきながらも笑顔でステージを走り回る姿を見て、本当に彼らのプロ意識の高さを感じた、と称賛の声を上げました。このようなファンの声は、 彼らがただのアイドルやアーティストではなく、音楽を通じて真摯にファンと向き合っている姿勢を物語っています。また、このフェスを通して、彼らの成長と進化を感じたファンも少なくありません。かつてはステージに立つことに緊張していた彼らも、今では大勢の観客を前に自信満々にパフォーマンスを披露し、堂々とファンを煽る姿が見られるようになりました。岸優太の力強いアジテーション、 平野の遊び心あふれる動き、そして神宮寺雄太の落ち着いた魅力が絶妙に融合し、彼らならではのパフォーマンススタイルが確立されていることが、ファンにも明確に伝わってきました。このようなパフォーマンスを見て、あるファンは、彼らのパフォーマンスには、これまでの経験が全て詰まっていると述べ、デビュー以来の成長の軌跡が今のナンバーアンダーライン愛を形作っていることに感慨を覚えたといいます。また、 彼らがこれからさらに大きな舞台で活躍する姿が楽しみだと期待を寄せる声も多く、来年以降の活動にも大きな注目が集まっています。来年もロックインジャパンフェスに出演するのではないかと期待するファンは多く、彼らのさらなる飛躍を楽しみにしていることでしょう。そして、もし再びフェスに出演することになれば、今年以上に多くのファンが現地に足を運び、 ナンバーアンダーラインアイと一緒に最高の夏を過ごすことを夢見ています。フェスの熱気と興奮は、夏の風物詩ともいえるものであり、特に日本の音楽シーンにおいて、フェスはアーティストとファンが一体となる特別な場所として重要な役割を果たしています。2024年の夏は、暑さとともにナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスが人々の記憶に刻まれる特別な年となりました。彼らが見せた熱いパフォーマンス、 ファンとの温かい交流、そしてその場に集まった全員で共有した感動は、来年以降も語り継がれることでしょう。これからもナンバーアンダーライン愛がどのような進化を遂げ、どんなパフォーマンスでファンを驚かせるのか、彼らの未来には大きな期待がかかっています。音楽を通じて彼らとファンが築く絆は、さらに強く深まっていくに違いありません。来年の夏、 再び彼らがフェスティバルのステージに立つ日を心待ちにしながら、ファンは今後の活動を応援し続けることでしょう。夏の暑さに負けない情熱をもって、ナンバーアンダーライン愛はこれからも音楽シーンを駆け抜け、ファンと共に最高の瞬間を作り上げていくに違いありません。